くんの。え？そう、自分のカメラ。いつもご視聴ありがとうございます。今回は10月18日に篠宮エイピットで開催されたモーニングミーティングに参加した時の動画をご覧いただきます。今回このオフ会に参加するわけは、テーマがジムニーだから、ということはもちろんですが、実は他の理由があります。遡ること14年前、PHEV という用語をまだほとんどの人が知らなかった時代、この白いジムニーを PHEV 化して、名目燃費50キロを維持しつつ、日本列島を縦断するチャレンジをやったことがあります。そのセレモニーウォール式典をやらせていただいたのが、今回のオフ会の舞台スーパーオートバックス篠宮店だったのです。そんな恩義もあり、ゼベックスには珍しいオフ会への参加を決めました。では動画をご覧ください。これ自体どれくらい重さあるんですか？これでね、200弱システムが全部、急速充電のコントローラーが全部入ってて200弱。この動画待ってきていただいておりますので、気に入った車両がありましたらお声掛けください。ではですね、ただいま受付、2階の受付を行っております。本日初参加の方はですね、駐車券とピンポイントカードをお持ちの上で、簡単にお越しください。簡単なアンケートにご協力いただいております。またですね、こちらモーニングミーティングに過去参加した方はあるよっていう方は、パーミットとピンポイントカードをお持ちの上で、ぜひですね、2階の受付までお越しください。ただいま、スターバックスカフェオープンしております。ぜひコーヒーおそらく公認です。オーナーさんにもお声掛けさせていただきますので、ね、その際ちょっと車の横に立って写真とか撮らせていただきますので、そのご協力をよろしくお願いいたします。なおですね、まだ受付が済んでいない方、受付済んでいない方は駐車券をお持ちの上、駐車券と T ポイントカードをお持ちの上、2階の受付までお越しください。ご記入いただきましたらパーミットの方を差し上げております。第3日曜日モーニングミーティングにぜひまた参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。リーフのポーターとかとは全然種類が違う。リーフのポーターとかもなんで、これさっきのワイヤーで、これをなくてもこれミルワイをこの信号でここに入れて、で、そこを
手作り感もあったし作った20年前です。あ、そうなんですか。はい、20年間ずっと EV です。これ、あの309ですよね。40年前の車なんですけど、EV としての車歴の方が長いです。この夏にこれ追加したんです。だからここも自分で走ってくれたし、それがこの機械なんですけど、この機械でそのあの冷蔵庫みたいなの充電器を通信して、電気量どれぐらい流したらいいとか、そういうのを調整してくれる。で、家で充電するときはこっちでこう制御とか、家ガチャッと出せば、これをつけた7月ですよ。それが多分ね、交換できるポイントで、切れててもいいですよ、これ。あ、ありがとうございます。
前はあれですよね、あそこのあの部学層さんと同じ、これ1時間ですね、設定がさっき切り替えのありましたよ。ああ、時間伸ばすやつか、うん、あ、そうなんや、まあ、一応1時間設定でデフォルトは1時間、まあそんなやらんでもあの上まで上がれるだけの、上り坂安心して登れりゃいいな、まあ登れると思うんやけど途中で登れへんなったら困るんで、体勢が使えないと下って充電器もできない、とりあえずまあ安全マージン分をちょっと充電して向こうの QC へ、次の QC で充電メインでやる、3、40分つなぐ感じかな、8です。はい。